만니아 DOG 오오늘진짜멋있어요とってもかっこいいお兄さんたち。はい、では挨拶しようか。はい、ヨウジから。はい、では行きます。はい、挨拶します。せーの、 On our way! こんにちは、 DOG です。かっこいい。じゃあ、おめでとうございます。はい、挨拶します。せーの、こんにちは、おめでーす。あ、ボイズプレニットで出会ったメンバーが日本で再び集まることになって感慨深いですね。そうですよね、感慨深い、感慨深いですね。本当、ボイプラでは多くの思い出があって、今日こうやってみんなの顔を本当にこうやってまた会うことができてすごく嬉しいです。みんな元気でしたか？元気です。元気でした。元気でした。何みなさん、みなさん、みんなさん元気でしたか？元気でした。元気でした。よかった。ジェイヒョン、はい、僕またおんぶしてください。ボイプラの時みたいに。イエーイ、またね。かわいい。懐かしい。この感じどう？おっですよ。어너무너무좋아요1년반에오랜만에볼수있어서めちゃ久しぶりだね。1年半ぶりだったのですごく久しぶりでいいなと思いました。うん、そうですよね。僕なしでは生きていけないジェイヒョンですね。僕もハルトちゃん。何だハルトちゃん、何だ、何が起きてるのかな、何だその雰囲気、何が起きてるのかな。やばいぞ、やばいぞ。ああ、本当にこうやってまた会うと、あの時にもっと多様な感じがします。おー、日本語上手。日本語上手。日本語上手。チャランザー。そうですね、こうやってまたジェイヒョンがおんぶする姿をここで見れることになるなんてやっぱりいいですね。そうですよね。中国、こっち思い出。はい、では、そうですね、思い出とか、ボイプラの時の思い出とかあったら。はい、みんないいことですよね。ありがとう。はい、すごい。久しぶりだから、でも本当になんか、あのボイスプラネットの時と同じようにすごい優しく接してくれて、なんか楽しいです。さらへんよ、ひょん。会いたかった。会いたかったです。会いたかった。成長したね。成長したね。僕も僕たち見たいことがある。なんか豊永タックと、あー、そうだそうだ、ボイマーね、久しぶりに。久しぶりに見せてください。みんなでタガチ。オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね。タガチ、みんなでやる。右、右だね。右、やってみましょうか。はい、行きや、トゥーセ、豊永タックと、豊永タックと。懐かしい。ありがとう。俺もね、ハニカ、なんかちょっと袋に先生が。だからとっても恥ずかしい気がします。かわいい。はい。今回こうやって会えたの機会に、これ過去も過去さん会えたらいいですね。本当です。そうですね。そうです。本当に韓国だけでなく日本も含めていろんな国でこうやってファンの皆さん。の前でまた集まって一緒の時間を本当に過ごしたいですね。はい。ワンペクトはそうするつもりだけど、僕ら日本によく行きます。いいですね。約束します。もちろん TOG もなんですけど。そうですよね。TOG もです。僕らこれから日本活動活発にするつもりです。これからも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもお願いしますね。お願いしますね。そうですね。はい、お願いします。それでは、粗品さん、どうぞ。どうぞ。いや、出にくいわ。出にくいわ。粗品さんだ。お疲れ様です。さあ、お疲れ様です。さあ、皆様、じゃあセンターステージの方にどうぞ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。みんな、推しの名前をね。粗品さん、かっこいい。こんにちは、こんにちは。推しの名前をね。すごい。ジェイ、ヤッホー、すごい、すごい。さあ皆さんね、いいですね。いやー、言って、ごめんね、失礼しますね。
俺どの辺いる、ここ辺、ここおろか。さあ、というわけで改めまして TOZ そしてワンパクトの皆さんに拍手を。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあちょっと僕からまずワンパクトの皆さんに質問していいですか。はい、はい。グループ名ワンパクトにちなんで最近自分がワンパクだなと思った出来事はありますか。はい、ワンパク、はい、どうですか。ある人ワンパク、多分ジェイちゃんが、ジェイちゃん僕たちの中で一番ワンパクトンちゃんじゃないか。あ、それはそうだ。イケメンやねジェイちゃん、イケメンです。確かにワンパクっぽい。何歳なの君。24歳。韓国で、あ、韓国で、韓国で数え年で23歳。へえ、男前やねイケメンハンサム、ありがとうございます。ねえ、他はワンパクなメンバーは、ワンパク誰かな。僕はあんまりいないです。あんまりワンパクじゃない。みんなかっこいいね、みんな。ありがとうございます。かっこいいな。誰が一番かっこいいん。テレビ。あ、お、粗品、ありがとう。ありがとうな。粗品かっこいい。6月7日にカムバックをするということで、今回のアルバムの魅力を教えてください。はい、何ですかね、楽しみ。통역부탁드립니다。通訳お願いします。네、저희ワンパクトが드디어6월7일에컴백을하게되었는데、はい、僕たちワンパクトは6月の7日に新しくカムバックをすることになったんですけれども、네、이번에여러분들에게정말ワンパクトの새로운모습을한번더보여줄수있을것같아서너무너무기대가됩니다。今回ワンパクトのまた新しい姿をお見せできるような気がしてすごく期待しております。頑張れます。頑張れます。頑張れます。頑張りましょう。どうですか、日本でコラボしてみたいアーティストは誰ですか。いるかな。おー、めちゃ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 、トーズん、トーズです。TOZ、 TOZ、 確かにやりーよ。 TOZ だ。 TOZ とやりーよ。ありがとうございます。さあ、じゃあ続きまして TOZ の皆さん、はい、あの、何ヶ月ぶりぐらいにワンパクトのみんなと会ったの。でも、本当に1年以上。はい、久しぶりに会ってどうですか。でも本当ですね、1年ぐらいもなってるんですけど、うん、久しぶりに本当に会えてすごく嬉しいですし、なんかこうやってお互いデビューした状態でこうやって会ったので、うん、不思議な気持ちもありつつですね、はい、あの、本当何よりも幸せに、そして幸せに頑張って、うん、活動をしているので、それが改めて感じることができて、あー、素晴らしい。超絶かっこいい。超絶かっこいい。アントニー、はい、日本語上手ですね。上手。もちろん日本人で、日本人だからね。日本語上手、アントニーさん。かわいいね、顔みんな。かわいい。かわいい。僕らの売りは可愛さです。誰が一番可愛いの ？DOG。アイコンコンテスト。ハルト。誰？アイコンコンテストやってみて。ジェイ。ハルト。反応し。ジェイやって。ジェイ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 。一番可愛いって。おめでとう。後ろおらんね。ジェイ誰？ジェイ。なあ、さあ、TOZ の皆さん、まあ今日ね、披露した楽曲の中で、振り付けの中で自分が一番輝いてるっていう部分はどこですか？ぜひちょっと実演しながらちょっともう踊ってよ。で、じゃあどこが輝いてる？僕がなんかサビの前にジャンプする部分があるんですけど、はい、あるある、そこが一番輝いてると思う。と やって行きます、やります。行、はい、きます、行けよ。あ、違うね、なんだっけ、三振バウチ、あ、OK、 Nothing but you makes me lighter、カチカチ I'm a guide you girl、 Technique one, two, goめっちゃいい。かわいい。他のメンバーは？他のメンバーは？どこどこ？めっちゃ痛い。いけいけいけ。ラップどうですか？ラップ。お兄さんどうですか？じゃあやるしかないです。作詞したじゃん。あ、そうなんです。あ、作詞したんや、すごい。作詞したので、じゃあ披露させていただきます。どこが好き？いけ。ペビアオンウェイ、누가멈추겠지、気なちで가면돼、너덥게、ペーパータウン。
Turn around. ごめんなさい、緊張で間違えました。全然、全然、全然かわいい。間違えたん分からんわ。全然大丈夫。他どう？ダンスとか歌とかどこでもいいよ。自分が一番輝いてるっていう。じゃあ僕もラップでいきます。ラップ行け行け。プラムタコムゴム生ネプロウィアノーチャンカビオケネシンツン It's so easy フルートにエアかっこいいすごいね我が家の誇りねどうどうあのじゃあ最後に自分の歌が好きなので自分のパートをじゃあいけいけいけいっちゃえカメカメ Anytime you want baby さあ TOZ の皆さん日本の大きなイベントに初めて出た今の気持ちを教えてくださいどうぞ僕あの実は中学2年生ぐらいの頃ですかねちょうどこの幕張メッセで、イベントホールでちょうどここら辺ですかね多分その当時ケイコンを見に来たんですけどあの時見たステージに僕が実際今立ってパフォーマンスすることができて、ね、感慨深いですしお客さんとして来てたんや、はい、ちょうどあそこ春と可愛いって書いてる、うん、これ持ってる方ぐらいちょうどあそこやそこにいましたへえすごいね、はい、すごいいい話や他のメンバーはどうそうですね、うん、実際ここにも立ったことがあるんですよそうかなのですごい久しぶりにまたもう一度こういう機会を、うん、もらって、うん、すごい嬉しいですし何よりも本当にこうやって多くの方々に応援されていること、うん、愛されていることをまた感じることができて最高ですね最高で す, 最高ですありがとうございますあさあというわけで TOZ そしてワンパクトの皆さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました大好きですありがとうございましたさあではあちらの階段からお待ちください、はい、ありがとうございます